なのかなと思うんですけど。さあ見ていきましょう。暴力の戦いですよ。今日ももうワンピが何回回してんだって話ですからね。陽平さんはね、そう、年迎えスタイルなんで、これは新年早々ね、縁起のいいスタイルです。縁起がいいのが画面にいっぱい出てる。あ、これはさあ、先ほどの胃が、なんだろうね、チリチリするようなサードとは別のゲームに見えますが、これもサードストライクです。さあ、陽平氏有利ですが、唯一無理のスタイルですからね。オンリーワンですね。怖い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 。確定じゃない。まだ空中にいた。もうちょっと相手はブロー入れずガード。甘い。ダーッと噛み合いましたね。しょうがない、パーム出ちゃってましたね。ラドの場合というか、背が高いキャラはね、ブロってから着地するまでのフレームが毎回違うので、大変なんですよね。でダットリーは特にね、ジャンプライパンのモーションのね、おかげで。あ、そうそうそう、浮いちゃうから着地がね、タイミングずれるんですよ。浮いちゃうんすよ。20年前から浮いてんすよこいつ。ボクサーのくせにバラ投げるし、なんか飛んできたら浮いてるし、やべえよこのキャラ。いやでも、いい加減にしろと。最後はドロップキック、これでお返し。ちょっと黙りなさいよと。パーム3回ぐらい当ててたからな。さあお互いゲージはマックスですからね。ああそうか、波動が2本かな。えロケッパじゃないんや、コークか。コークですね。そっかそっか。ですが、おお、カニ、いいタイミング。非常にじりじりした、ここまでですが、シュートの反応が早すぎる。ダドの飛び低いから反応しづらいんですけどねっていうか、マジで言ってんの、今のジャンプタイパーとか。これはかくったんじゃないかな。やり直して、残んないかな。残んないですね。ゲオー、明けおめーと。ちょっとさっきよりもタイミング遅らせてますから ね、 ちゃんと見てるんだよな、高さを。最速じゃなかったですね、化け物だ。さあこれで 1-1、 早オーバー VS アルファとなります。ただね、アルファもあんまり褒めたくないんですけど、普通に強いから。普通にね。そう、普通に強いからね。ましてやキャラ差もある以上はね、まあ、負けちゃうこともあるでしょう。キゴはね、カラジャン下ボロチュワシとかしてましたけど。早さも激しいね。いや、殺しに行く選択肢ですよ。多分下ブロ昇級とかやってるのかな、わかんないけど。あー、なるほどな。で、ブロが成立した時に中継に変えるみたいな。偉すぎるな。そんな器用なことができるかどうかちょっとわかんないですけど。さあ、これはいい判断。95の PA も潜るカップです。まあ、5回やるとね、めちゃくちゃ硬くなるみたいな。5だか4だか、確か5、4だっけ、4かな、確か。うー、怖い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 、今の怖いよ。もう全然圏内なんで。あ、全然圏内、ちょっと残るか圏内か、怪しいぐらいだな。ジリジリしてる。ザビさんが、ザビさんいんじゃん。そう、なんでいないの。そう、なんでおらんねんって話なんですが、うーわ、気持ちよくなってるよ。こういうことするんです。差し返しなんかさせねえよ と、ね、相手が歩いてきてんの見てっからな。嗅覚がすごい。回してんの偉すぎるでしょ、あのスカリに。やっぱ細かいとこどこでも差し込んでんすかね。ね。見た、ヒューゴでチュンリーの飛びくぐったよ。嘘でしょ。確かに、あのね、座高が高すぎてくぐりにくすぎるんですよこのキャラ。このゲームはね、なんで飛びにめちゃくちゃ反応早く対応しないとくぐれないんですけど、くぐってムーンしてましたね。頑張るところはここじゃないんじゃないのか。さあ、そして気づいたらギガスが溜まっていく。もう圏内です。あとはぐるぐるポンするだけです。ぐるぐる、ああカクカクしてる、カクカクしてるよチュンリー。まあいけないよね、しっかり。いや、リープ怖いぞ。リープは当てどころが悪かったら確定します。時間がどんどん過ぎていく。リマックスのチュンリーが動けない。必要がないからねこの状況で。画面走ってこんな我慢できるなって話したけどな。ボディ表です。ちょっと分かりづらかった。バクセで何かを誘ってる。重そうだけど、重そうだけどバクセしてる。中足の先端しかやることがない。まずい。さあ時間もないが、怖い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 。どうすんだ、タミさん。全部当ててももしかしたらもうダメ、勝てないのかもしれないが、ガードが硬すぎる。そもそも当たらん。ああ
見せるな。多分ギガスでしたね。そうね、多分ギガスだけど、まあどっちみちね。はい、どっちみちです。ぐるぐるポンですわ。はい、来るんだったらぐるぐるポン、勝ったのは早尾。